とりあえず食べてから考えよう。またお前か、ルフィ。何度言っても懲りねえんだな。少しは学習しろ。ん？何やってんだ？ああ、うめえ。いや、作ってやるんだからよ。勝手に食材に手出すなって。だって腹減ってんだもん。もうどうした？食わねえのか？昼間も食わなかっただろう。何我慢してんだ。別に毒なんか入ってしねえって、ボサッとしてるとそいつが全部食っちまうぞ。食わねえならもうほらおった。ダメ！あれ？って、おいしい！当たり前だ。サンジは俺が選んだコックなんだぜ。こんなおいしいの初めて。やっと笑ったわね。あ、ナミさん。ルフィまた食べてるの？昼あんまり食わなかったん。鍋を二つ空にしただろうが。そうだっけ？海賊って聞いてそれでビビったんでしょ。それは、まあ、この時代で海賊って聞いたら当然の反応よね。売り飛ばしたりしない？するかよ。お前らみんな人数悪いからね。この顔で言うかな君は。あー、もうやめなさいって。おかわりありますが、お嬢さん。少なくともこの船はあんたが考えてるような海賊船じゃないわよ。安心しなさい。おかわり。かしこまりました。俺も。てめえは自分でやれ。